リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。今日はですね、YouTuber がやってるような企画やっていこうかなということで、What's in my back? パチ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 ということで、はい、あなたのカバンの中に何入ってますかっていう企画です。はい。ちょっと早速やっていきましょう。これがね、私がよく会社に持ってってたり、普通に、まあ、出かける時とかにも使う基本のカバンですね。アビレックスのバッグでございます。リュックですね。もう使って2年ぐらいかな。正月に安くなってるの買って、そっからずっと使ってるっていう感じですね。で、なんかね、ここにその、アビレックスのなんか、キーホルダーのなんかこう、何回なんか、タグみたいなのついたんだけど、それはなんかどっか行っちゃいました。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まあ、まずここから開けていこうか。で、ここはね、いつも、外で使うときがあるハンカチ。これちょっと、もうそろそろ洗わないとってぐらい、シワシワだね。これは洗わないとですね。で、ここにいつも家の鍵がね、入ってたりします。さあ、で、キーホルダーはドラクエです、これ。ドラゴンクエスト10の、ね、コラボ商品として売ってたやつ。ドラクエ10に関係ないのかな、これ。まあ、スライムですね、ドラクエの。ここは以上。で、この横。ここはですね、まあ、一番大事なもの。財布です。で、財布はですね、これはですね、ちょっとアニメの、コラボ商品になってしまうんですけども、パッと見、アニメっぽく、ないでしょ?これ。これ、実はアニメのもので、ジョジョの奇妙な冒険っていうね、アニメがあるんですけれども、それのジョジョ4部、綺麗押し影がね、のスタンドという、まあ、能力があるんですけども、そのキラークイーンを模したものになってて、この辺がね、綺麗押し影のネクタイの柄になってたりします。お金がここにちょろちょろって入ってて、あと、銀行の口座とか、あと、私の免許証とね、その免許証の奥にですね、なんでか綺麗押し影の免許証がありますね。これ綺麗押し影の免許証。綺麗押し影って、ちらっと見えるかな?綺麗押し影。あとは郵便局とか、ゆうちょ銀行、北洋銀行、楽天。あとは、最近ほとんど使ってないけど、これはゲーセンによく行ってた時に使った e アミューズメントパスっていう、コナミのゲームを遊ぶ時にデータを保管できるカードですね。朝木さんの天帝をね、天帝のステッカーを貼ってますね。天帝が販売されてからもう10年くらい経つんだよね。そろそろサードアルバム出しません?朝木さん。まあ、あとは財布の中はなんかいろいろカードとか、ね、こんな感じで。あとは保険証とかそういうのが入ってるって感じかな。これ以上やると名前移っちゃいそうであれだね。あとはここに使っちゃいけないお金。使っちゃいけないわけじゃないんだけど、万札がね、一応ここにちょこっと入れてて、あんまり、いざっていう時に使おうねっていうお金を入れてます。やばい、札2000円しかないね。もう節制して生きていこう。よいしょ。あ、ちなみにですね、小銭はこの財布には入れません。小銭入れを別で持ってるので、真ん中にチャックあるんですけど、あそこには小銭入れることはないです。で、ここと、ここは終わりだね。で、上に、これは、ナイトメアビフォアクリスマス、ジャックですね。の、なんだっけ。折りたためるトートバッグ?エコバッグか。エコバッグが入ってます。じゃあここを開けていこう。ここがメインのねところでございますが、ドン、ちょっとぐちゃっとなってるけど、帰ってきた時のまんまにしてます。はい、私がよく使ってるとか、私がよく使ってるイヤホンです。まあ、大体ポケットに入ってるか、使わない時この中に入れるかって感じです。オーディオテクニカさんのやつだったかな。もういっぱい使ってポケットに入れたりしてるから、この辺のロゴはね、なくなっちゃってるけど、いつもこのイヤホンを使ってます。結構いいですね。ただね、買った後に知ったんだけど、これ青以外に白に紫っぽいやつがあって、そっちの方が可愛かった。青違うなって思った。で、あと小銭入れ。ここには、あ、名刺が出てきちゃうね。私の名刺とか小銭がね、こんな感じでこれあれだね、この間セブンイレブンで買ったやつの引き換えクーポン入ってるね。こっちにね、
50円以下の10円、5円、1円をね入れてて、でこっちに100円から500円までを入れるって感じで、大きめの小銭とちょっとちっちゃめの小銭とって感じと、あとここに au のプリペイドカードとか ID カードとかセブンイレブンとかナナコンとかね入ってます。でこれもですね、あの実はコラボ商品になっていて、これプレミアム、これもプレミアムバンダイなんだけど、これもプレミアムバンダイで買ってて、これはあのあれです、仮面ライダーエグゼイドに出てくるレーザーっていうね、あのキャラクターがいるんだよね、九条キリアっていうキャラクターがいるんだけど、その人をイメージして作られた、やつ、あの花柄のね、ちょっとパリピな感じのシャツを着てて、その上にこの赤いジャケットをね羽織ってるんだよね。でいつもねサングラスを胸につけてるから、サングラスの模様じゃないや、なんていうんだろうね、衣装感がついてるって感じ。これはね小銭入れ兼、地下鉄のカードがここに入ってます。はい、北海道のあのサピカっていうのを使ってますね。あと会社のあのタイムレコーダーにピッてタッチしたりするのにも使うし、あと会社で使う名刺とかもこの中に、ここがね交換した名刺と私の名刺がここに入ってますね。はい、って感じでしょ。ちょっとちゃんと綺麗に並べていくか。はい、財布、小銭入れ、イヤホン、ハンカチ、変なの入ってないね。帽子、この帽子は私が気に入って使っている、これもねあのアニメコラボで、パッと見わかんない感じのものを私は結構使ってるんですけど、そういうキャラもののグッズ、あのパッと見では言われないとわかんないみたいな感じで、よく見るとねこれね全部あのウンチョスです。はい、これはですね筋肉マンに出てくるベンキマンっていうキャラクターがいるんだよね。ベンキマン改め、エラドーマンだったかな、エラドーマンだったかなっていうキャラクターがいるんだけど、あのそいつのコラボ商品の、キャップでございます。なのでパッと見はね結構おしゃれなキャップに見えるでしょ。知るとあいつ頭にうんこ乗ってぜってなるけど、うん、これはね雨降った時とかちょっとこう髪がボサボサでなんかしっくりこねえなとかっていう時に、かぶります。なんか頭のボサボサを隠すようです。もうなんか私基本的にスタイリング剤つけるのがちょっと苦手で、ちょっと落ちちゃうんですね。なんで軽いワックスとかはするんですけど、もうほんと軽くワックスつける程度って感じなんですよね。なので、そういうのをもう隠す時用の帽子です。腕裏見るとこんな感じで、ここに便器マンがね。はい、便器マン。まあ、頭にうんちを詰まってるね。うんちつっちゃった。で、体が便器になってるっていうやつ。はい。帽子でしょ？であとはあ、またコラボ系のグッズね。はい。これも、ドラゴンクエスト10のね、コラボで出てる折りたたみ傘です。開くとですね、基本的には外面は黒いんですけど、中に、この中がですね、実はスライムになってるっていう傘です。私、雨嫌いなんですけど、この傘を持ってるようにしてからですね、ちょっと雨の日でも、この傘させるみたいな気持ちになって少しだけテンションが上がります。お気に入りの傘があるとね、そのなんか雨の日もいい感じに過ごせる気がします。で次が、はい、扇風機、ミニ扇風機、ミニファン、これなんか安くてね、去年だったかな、お父ちゃんが買ってくれました。ただねこれね、びっくりすることにですね、こうやってねなんか電気がつくっていう謎の仕様です。もうパリピ仕様ですね。そんな感じの、まあもうライトはほぼ使わないっす。でしょ？あと、扇子。これもコラボグッズです。これも10年ぐらい使ってんじゃないの？ 10 年前ぐらいか。これ仮面ライダーディケイドのオールライダー対大ショッカーっていう、映画の時に、映画館で売られてたやつ。これ買ったの専門学校とかじゃない？長く持ってるもんだわねって感じでございます。もうだからボロボロなんでね、結構ねこの上の部分、ここね金箔がついてたんだけど、その金箔も剥がれちゃってますね。ここもよく見てもらうとね、あのピンク、綺麗なピンクというかマゼンタだったんだけどね、その色もちょっと薄くなってきてますね。では次が、これ中身はちょっと見せられないですけれども、これもまたコラボ系だね。これなんかの雑誌についてきたのかな、なんかのコラボの雑誌についてきてた、
これデジモンのやつなんですけども、デジモンアドベンチャートライだったかな、はい、のやつで、これ中身はですね薬がいっぱい入ってます。あの頭痛薬とか胃腸薬とか、絆創膏、湿布も入れてたかな、あと包帯も入ってます。包帯はまあほぼ使わないんだけど、あと一時期使ってたちょっと物もらいが激しかった時にあの眼帯つけたりしてたので、眼帯も1枚入ってたはずって感じかなっていう、まあお薬系が入ってます。ちょっと私頭痛持ちなのでね、その頭痛をね緩和するためにもう必要なので、もう必須アイテムで、これもうずっと絶対持ち歩いてるって感じですね。はい、あと目薬入ってるなこれ、うん、そんな感じ。あと歯ブラシ入ってる、ね、あの歯ブラシと歯磨き粉と入ってます。なんで本当にそういうなんか衛生商品、衛生商品あのよくわかんねえや、まあならそんなもん、はい、ポチです。であとは、あーなんかすごい下でクニャンってなってるけど、モバイルバッテリーですね、これは。はい、中にモバイルバッテリーが入ってます。2本入ってるかな、あ、じゃあ3本入ってるわ。はい、モバイルバッテリーでしょ。で、あ、ポーチ、このポーチはあんまり使うことないんですけど、一応入れてるもので、何かちょっと小分けにしておきたいものとかがあった時にちょっと小分けにしてこれに入れておいたりとかっていう感じ。あとはあのちょっとこのカバンは車に例えば置いといて、このねあの折りたたみの、エコバッグを使ってちょっと買い物に出る時とかに、あのちょっと出るんだけどなんか持っていきたいもの、大きくてちょっと入りそんなにいらないんだよねっていうものをこれに入れたり、例えばそれこそこの中のモバイルバッテリー1個だけ取り出して入れたりとかっていうので使ったりしてます。あとは実家帰る時とか友達ん家行く時とかにこのポーチに、私の充電器を入れます。iPhone で使ってるね、あの普通のコンセントの充電器を入れて、あの口閉めて持ってくって感じですね。あの友達の家行く時とか実家帰る時とかもこのバッグ使うんで、その時用に近いですね。でポーチはまたさっきの嫌いお仕掛けのものになりますね。はい、で次がこっちか、アルコール、はい、手指の消毒用のアルコール。で次が、櫛、あのヘアスタイルをね直す時用の櫛。で次が、ウエットシート、はい、これ100均で買ったやつね。そして次が手鏡、ちっちゃい鏡、髪の毛直す時用のやつ。はい、であとは、あと何入ってる、あ、このメインのところはもう入ってないわ、以上です。でもう一個ね、ここに本当は多分パソコンとかが入ることを想定して作られている場所なんだけど、ここを開けていこう。これはなんだ、あ、これダメだ、会社の名前入ってる、給与明細、これ逆にしようか、こうしたら名前が出ないね。よし、給与明細が入った袋、これ多分ボーナスが出た時の給与明細の袋、でかいやつと、外で字を書かなければならない時用のセットと、何かを直すかもしれないっていう時のセットで、これですね、こっちボールペンなんだけど、この裏がですね取れるかな、これ回すのか、片手じゃ無理だ。まあ何が入ってるかっていうと、ドライバーが入ってます。ここにマイナスドライバーとプラスドライバーが入ってます。で、フリクションのタイプの、ボールペン、これは普通のボールペンでしょ。これは名前が全部出ちゃうから写せないね。チラッとだけ、北洋銀行とゆうちょ銀行の、通帳でしょ。で会社で使ってる印鑑、まあただあの他の認め印とかにも使ってたような気がするから、本来持ち歩いてるとあんまり良くないかもしれないけど、印鑑
持ち歩いてます。まあカバンなくすことなんて私ないんで、まあひったくられたらあれだけどね。であとは毎月いただく給与明細を入れるためのクリアファイル、定期的に出して書類入れにねまとめてますね。ちょっとカバンこっちに置こうか。はい、給与明細入れと、あと何入ってる？いざっていう時のマスク。持ちすぎじゃない？マスクさ、たまにさ、この紐の部分がさ切れたりするじゃない。あと取れたりとかねするマスクもあるのよ。その時用のマスクですよ。以上です。はい、私のカバンの中身はこんな感じ。なんかあれだね、割と生真面目だねってめっちゃ思った。今この後半のさ、マスクとさ、給与明細袋、通帳、印鑑とかってさ、なんかわお、マジかってなるよね。変なものは入ってないね。ゲーム機も持ち歩かないしね。別にスイッチ持ち歩いてゲームしたりもしないし、ほとんどスイッチなんて持ち歩いたことほぼないし、実家にたまに帰った時に持つぐらいで、もちろん財布、小銭入れ、イヤホン、そしてハンカチ、扇風機、扇子、傘、折りたたみ傘、モバイルバッテリーね、充電器、アルコール、お薬、ボールペンタッチ、帽子、印鑑、通帳、給与明細を入れてるやつ、ポチ、鏡、ウェットシート、フシ、マスク。はい、こんな感じです。実際どうなんですかね、みんなのカバンの中ってどんな感じですか。男性の方、女性の方、どちらでもね、ちょっと気になるところかと思うんですけれども、まあ女性だったらね、化粧品を入れるポーチだったりとか、そういうのも入ってたりするのかな。まああとは女性特有のね、女性の日っていうのもありますから、そういうのに合わせて、ね、そういうものを入れておいたりっていうポーチもあったりするでしょう。まあ女性はね、そういうちょっと気にしなければならない部分っていうのも様々あるとは思いますのでね、あれですけれども、はい、ひとまず私の What's in my bag はこんな感じでございました。もしよかったら、私カバンにこんなの入ってるよなんていうのがあれば教えてください。ということで、以上リントでした。バイバイ。次の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。